すいません。ただいまより模型列車の運転を行います。運転時間は約15分です。この模型場では実物の車両の約80分の1サイズの延長ゲージと呼ばれる模型を使って運転いたします。まずはじめに列車の止まっているところをご案内してまいります。ジオラマ中央一番手前にあります駅は在来線駅です。在来線駅の奥には新幹線ターミナル駅があります。ジオラマ右手前に行きまして私鉄線中央駅があります。ガラスに沿って右に進むと海沿いには貨物線ターミナル駅が、その奥には新幹線中華駅があります。さあ今日も朝がやってきました。鉄道の一日が始まります。まずはじめに新幹線ターミナル駅を出発した車両は700系新幹線電車です。どこだ。1999年に登場した新幹線電車で、鴨の橋のような先頭形状が特徴的です。次に右に向かってE5 系新幹線電車が出発しました。2013年3月以降の最高速度は 320km で、東北・北海道新幹線のはやぶさなどとして走っています。続いて在来線の駅と私鉄線の駅からたくさんのお客様を乗せた列車が出発していきます。在来線駅を左に向かって出発した 321系通勤型電車です。この電車は京都駅から主に大阪方面に向けて運行しています。次に在来線駅を右に向かって白色の電車が出発しました。この電車は京都と山陰を結ぶ特急電車で、城崎、舞鶴、橋立てとして走っています。続いて在来線駅を右に向かって出発した銀色の電車は、京都線や琵琶湖線の新快速電車などで活躍している223系近郊型電車です。次に在来線駅を左に向かって281系特急型電車の関空特急はるかが出発いたします。1994年の関西国際空港の開業と同時にデビューし、京都を主な発着地として活躍する空港アクセス特急です。ジオラマ右手の私鉄線中央駅を左に向かって南海電鉄の5万系電車ラピートが出発します。独特の先頭形状と楕円形の窓が特徴的なこの車両は、難波と関西国際空港を結ぶ空港特急として活躍しています。
続いて私鉄線中央駅を右に向かって京阪電車が出発しました。やっぱあれ完成中だよ。2階建て車両を連結した8000系電車です。特急電車として出町柳淀屋橋間で活躍しています。新幹線中間駅から海の方に向かって黄色い新幹線電車が出発しました。この車両はドクターイエローの愛称で親しまれている新幹線電気機動総合試験車です。線路や架線、信号設備の継続などを行う新幹線のお医者さんとして活躍しています。カラフルな EF81 型電気機関車に引かれて銀色の客車カシオペアが出発しました。2016年に廃止され、現在は団体専用列車として走っています。貨物線ターミナル駅から2両の電気機関車が貨物を引いて出発します。先頭は EF65 型電気機関車とエコパワーレッドサンダーの愛称で親しまれている EF510 型電気機関車です。当館のトワイライトプラザからは隣接する京都貨物駅を間近でご覧いただけます。いや、ジオラマ左奥、山の上にある山岳線駅から銀色のディーゼルカーが出発しました。とことは、この列車はワイドビュー飛騨として大阪、名古屋から岐阜県の高山などを結んでいます。どこや。これよりループ線を通って螺旋状にぐるぐると下っていきます。どこにおる。あれか、あの奥見えにくいとこだ。めっちゃ見えにくいとこだ。あ、なんか来た、なんか来た。オッケーに行ったの。オッケー。新幹線中間駅を300系新幹線電車が出発します。1992年に登場した新幹線電車で初代のぞみとして活躍し、2012年に引退しました。私鉄線中央駅を左に向かって近鉄特急しまかぜが出発します。座席が全てデラックスタイプの豪華な列車で、大阪、京都、名古屋と伊勢志摩を結んでいます。貨物やんか。向こう行った。新幹線中間駅にご注目ください。わお。500タイプエヴァ仕様の500系新幹線電車が出発しました。500タイプエヴァは山陽新幹線開業40周年とアニメ作品エヴァンゲリオンのテレビ放送開始20周年を記念して2015年より期間限定で運行されており、今年5月で終了となります。ただいま本館1階の500系新幹線電車の先頭車両は期間限定で500タイプエヴァ仕様となっています。また本館2階の企画展示室では500タイプエヴァ展も開催しておりますので、ぜひお立ち寄りください。来てきた、しまちゃん来た。在来線駅を右に向かって白色にグレーの帯の電車が出発しました。この電車は大阪と金沢を結ぶ特急電車で、サンダーバードとして走っています。
山の上なんか懐かしい列車が